失敗したことってないんですか？でそれは商品の中でなんか大きな話ないですか？失敗してこれやって失敗したのはまあ、そのある時期ダーツのその印刷その先製版もしてるって言ってましたよね、うん、それでそのやっぱりこうせっかく製版するんだからその製版も商売にしようとしたんですよ、一時ね。製版業みたいなもう仕事取れるやんと印刷屋さんから、うん、と思ってかなりの大規模なその普通では入れないようなね、うん、普通の製版もちょっと中堅クラスの製版業者が入れるような設備を入れたんですけど全く使いこなせなかったんですよ。もうそれこそ20年ぐらい前ですね。印象捨てました、ね、もう捨てました。あるまだ残ってるのもありますよ。だいぶ金かかったんでしょ。はい、金かかりますよ。まあでも知れてるといえば知れてるんですよ。掃除産業、メッキっていうのはもう掃除産業ですからメッキの機械っていうのはめちゃくちゃに高いんです、ね、だからそれを思うと安かったので踏み切れたのかもしれないんですけど、ただそれは活かせなかったっていうのがもう一つの大きな失敗です。それともう一個はインターネットをする前に、インターネットというのが全然ない頃にね、はい、まあ、一応ダーツのメーカーだったんですけども、大体バブルが崩壊した頃から商社さんっていう、まあ、本屋さん商社さんが在庫を置いてくれなくなってきたわけなんですよ、ね、通常は昔はもうメーカーに商社さんが何十カートンとか何千個とかって発注かけて、それをメーカーが3ヶ月なり5ヶ月かけて作って、それを全部収める。でそれを小売店さん、二次卸さんに卸すっていうのが通常の商売形態だったんですけど、それが崩れてきて、問屋さんは在庫を置かないから、例えば今まで20カートンって言ってたのが5カートン送ってってなってきて、でそれも1週間後にねって言われたら、それはもう作って置いとかないといけなくなってくるわけですね。でそれがだんだん2カートンになったり1カートンになって、1カートン明日届けてくれっていうような週分になってきたわけなんですよ。今現在もそうです。まあもう現在ではもうそういうのはあまりないんですけど、うんうん、でそうなってきた頃にもう小売店に直送3個とかそういうのになってきた時に、私はもうこれはもうこんなことしてたらもうダメやと、うんうんうん、それでこれはもうメーカーが直販するしかないってその時思ったんです。なるほど、はい、で問屋さんがそんなこと言うわけですか？っていうか3個送ってくれとか、そういうことになってきたんですね。だんだん世の中の流通というのが、でもうその2、3個送っても問屋価格で送るわけですから、そんなことをメーカーがしてたら全くダメなのがもう目に見える地面塗りですから、でこれはもうインターネットじゃないわ、直販するしかないと思って、チラシをね何万枚か作って日清工業直販かみたいな、勝手に何もないのを作って、チラシをポスティングで友達とかそんなにお願いしてポスティングで配ってマンションとかにでやったんですね、一時。だからもう僕はそのバブルちょっと終わった頃にもう直販っていうのが頭に入ってたんですよ。完全にしたそういうことしないとダメやっていうで、マンションにもうそれももう手分けしたって言ってももう知り合いしかいてないから、知り合いに配ってもらったレベルで、それでも1万枚かぐらいを配って、で結局1個も売れなかったんです。1個も売れない。ちょっとこれ売れるでしょ。全く出なかった。なんでですそれ。それは全然そんな言えば家に全く聞いたこともないようなメーカーのチラシが入ってて、買ってくださいって言われても誰も買わないですよね。それも当然だと思うんですよね、今から考えたら。はあ、でそんな失敗が売れそうな感じがするんだけど、はい、素人の浅はかさん。そうですそうです。もうそんな言うたらメーカーでもないのに。そうです。そういうそういうことなんていうんですか、ギフトカタログみたいなこともやったこともないし、そういうことやったこともない人間がやって失敗したっていうことですね。でもそれで自分がその直販したいとか、もうこれからはそうせないといけないっていうのがもうずっとあったところにインターネットが出てきたので、すぐに飛びついたわけです。だから早かった。だからポスティングする、まあ、チラシ方式は失敗したけど、はい、インターネットはもうそれ以上の効果がありますよね。はい、あると思います。チラシはない、はい、ないけど
もう見てくれる人って計り知れないもんが、ね、だからもうなんていうんですかね、渡りに船というかそれどころじゃない。コンピューター嫌いだけど、インターネットで救われたと。嫌いだけど、これをやると絶対に自分の思ったことが叶えられるなと思って。それは今まで培ったそのダーツという一つの商品を仕上げとって、いいものがいいものだから絶対売れるという自信はお持ちだった、ね。売れるというのは売れると思います。で、だん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 その普通の市場でね、ちょうどその危ないとか、そんな変な理屈で百貨店であったりとか小売店さんが扱わなくなってきた。それが逆にチャンス。逆にチャンス。もう売れ、その辺で売ってないもんはどこで買うねんってなったら、もうインターネットになるから。だからそれが逆にそういう危険だなんだよって扱いになったのが逆にチャンスだったね。で、物はいいから、また口コミでも売れるという、はい、それもありますね。口コミということは書き込みしますもんね、ネットでは。普通に口コミ、人に会って口コミするんじゃなくて、インターネットの口コミというのは口コミ1万人にできたりとかするわけですから、はい、それも非常に大きいですね。大体みんな口コミ見ますもんな、はい、評判の悪いやつはもう、はいはい、まあ、あれも逆になりますもんね。厳しいですね。厳しいですね。火事になるとかね、なんとかいう言い方するけど、今度打ち消すのに大変だって。そうですね。ところがいいもんだったらもう、はい、ね、